大分市の水原バス停です。受験シーズンに向けて桜が咲くようにと看板が付け替えられました。大分バスでは毎年受験シーズンを前に、大分市内の勝部、乗り越え、水原の3カ所のバス停の看板を付け替えています。縁起の良い名称で験を担ぐのが狙いで、このうち水原バス停はこれまでの赤、白、青の3色の看板から桜の模様に変わりました。水原ってみんなが春を迎えるといった縁起がいい名前ですので、験を担いでみんなで一緒に素晴らしい春を迎えてほしいということで書き換えを行っています。勝部と乗り越えのバス停は必勝祈願と記された看板に変更され、受験生にエールを送ります。この3カ所のバス停をモチーフにした必勝祈願キーホルダーは今月8日から販売スタート。例年、受験生への贈り物としても人気だそうです。勝部を乗り越えて、皆さんに春を。必勝祈願の看板は3月末まで設置されます。試験という、勝負を乗り越えていただいて、そして皆さんで一緒に素晴らしい春を迎えてほしいと思っております。